よし、完璧。どれどれ。ほら、タチャンカで俺。タチャンカじゃん。な、何してんのこんなとこで。行きましょう。めっちゃぐったりしてる。え、俺乗せるだけで俺降りるんかよ。乗れよ。俺はここに残るってな。あ、爆発した。血が全然止まらない。抑えたもんだ。おい、しっかりしろ。意識はある。一応後部座席の人、なんとかしろ。あのドローン、あんたの設計か。一部はね。フライキャッチャーはドローンを改装して自分のドローンを軸にアマチュアエンジニアにタービンを換装したりプログラムの挙動を調整したり。そいつは厄介だな。危険な男よ。何ヶ月も私の監視を務めていた彼は、ウォーカー率いるウルブズのアルファオオカミ。どういう人間か想像できるでしょう。いや、しっかりしろポーラ、気を保て。フライキャッチャーの何が危険なんだ。奴はどういう男だ。部下のエンジニアが姿を消したとき、フライキャッチャーが誘拐したという噂があった。目的はわからないけど、モレスがしていた仕事を考えるといいこととは思えない。フライキャッチャーは俺の追うべき相手のようだ。ええ、お願い。彼の私に対する感情も傷つけた。洒落た罵倒でも考えた。モレスはさっきの研究開発ラボにいたのか。いいえ、彼女が行方不明になったのはグランビュー邸にいたときだった。ポーラ、意識を保て。もう少しだ。おい、しっかりしろ。おや？ポーラ、やばい。やばい？もうなんか、ヘリの揺れでクラクラしちゃってる。それは許して。アルファオオカミって言ってたけどさ、アルファウルフじゃダメなの。ない、なんか。なんかダサいね。アルファオオカミ。アルファオオカミ。基地は、あの、工場は爆発したけど、タイムリミットは迫ってるので。ねえ。ウィンディー諸島。ウィンディー諸島。なんか平和そうな。ああ、結構南のちっちゃい島に来たり。なるほど。あ、ここはファストトラベルあるじゃん。よっしゃ。さあ、着陸はちゃんとね。ちゃんとね。ちょっと難しい。これ普通に敵いるよ。え、いやいやいや、まさか。え、あのオレンジのプラスマークって何あれ。何だ。あ、あれは単なるミッションか。あ、ほら、下ろして熱いで。確保かい。ドローンが一般市民を攻撃してるって聞いたわ。あ、まだ生きてる。大丈夫。勝手に殺すな。何か挑発するようなことでもしたの？私もよ。え、ぜい。リーダーのところか。めっちゃ怒ってる。なんなんだよ。怪しい人じゃねえぞ。ね。まだ死にたくない。怯えようがひどい。死体担いできたと思われてるぞ。いやー、嫌われてんな。ほら、おい、手当てを頼む。医者がいると聞いたが。ポーラ、医務室。大丈夫、大丈夫だ。お前たちがアウトキャストか。自称してはいないけどね。暴走族みたいだし。ああ、そうだな。テロリストらしい名前がよかった。テロリストですって。誰も来たればそれはビビるでしょう。だろうな。いつだって革命か活動か自由の闘士だ。あなた一体誰なの。ノマド、仲間を探しに来たんだ。あなた例のヘリに乗ってたわね。そうだ。何人か助けようとしたけど死人しか見つからなかった。
なぜ俺たちを助ける？こっちも味方が欲しいの。ならず者みたいな見た目でもね。今世界は危機に陥っている。私はハルヒーと、元スケルテックのエンジニアで、当時は喜んで働いてたけど、仲間がスケルテックの秘密を知ったの。デウス計画よ。初耳だ。トランスヒューマニズムよ。島の一部の科学者はテクノロジーの力で人類を無理やり進化させようとしてる。デウス計画は人知を超えた AI を作り出すのが目的よ。ふん、大したことないな。何せ世の中バカばかりだし。自分の人生を AI に委ねたいの？私たちが移住した理由は、ジェイス・スケルが自由主義の楽園を約束したから。でもデウス計画は AI による支配よ。それで立ち上がったと？そういうこと。フォーラ・マデラは友達か？トランスヒューマニズムに反対する人は意外といるのよ。ポーラなら医務室よ。この人も伊藤だが、ハルヒーと、ハルヒーと。ノラさん、やはり人を助けてもなぜか警戒されちゃうんですね。この世界の族みんな日系人か日本人か。あ、大五郎の兄弟なのか妻なのか、いとこなのかはとこなのか。なんだかな、名字同じや。あ、サイドミッションたくさんある。ありがとう。勢力ミッションじゃないの、知らんけど。サイドミッションだ。でもさ、味方が全くいないこの世界、勢力ミッションを進めて仲間の養成とかができるようになるなら心強いんじゃない？怖がらないで。確かに。詳しい話を聞かせてくれ。つかなんか放送みたいなのめっちゃうるさくね？うるさい。めっちゃうるさい。この放送めっちゃうるさい。あ、これ材料があればあるだけ一つだけ強化し続けることができるわけでもないんだ。なんか武器のアップグレードで、あれスキルツリーにさ、武器のとこマーク1プラスみたいな、あれスキルツリーの右側にあるじゃん、一番下の。ちょっと待ってね。そのベーシック武器、その後のマークプラス1みたいな。あー、これか。 それ解除するともっとできる。スキルもっと欲しいなこれ。ね、俺今偵察の方を先に解除していこうかと思ったけど、それならこっち優先だな。そう、それでどんどん武器がね。なるほど、完全にノマド育成計画になってる。俺はもうそっちよりパーク欲しかったから全部開けたわ。マガジンとかさっぱりないしな。アタッチメントも、ああ折りたたみ式アイアンサイト、これつけよう。それただのアイアンサイトじゃん。だよね、折りたためるだけだよね。利便性の問題だよ。ああ、とりあえずマデラは生きてんのね。生きてるよ。あ、ちょっと待って、クレート。ああ行っちゃって。ドローン製造に手を貸した。これは代償ね。あんたのせいじゃない。ええ、薬を飲むとつい考えてしまう。手を貸してほしいんでしょ。ヒロインみたいにみんなに追われてる。
今はジェイスと動いてる。生きてた。ああ、あんたの助けがいる。なぜ助けなきゃ。全てジェイスのせいなのよ。ようやく悟ったんだ。彼も努力してるが一人じゃ無理だ。私は彼の嘘を信じてこんな果ての島まで来たのに、彼はみんなを騙したの、裏切ったのよ。悪いけどジェイス・スケルを信用するなんて愚かなことよ。彼はセンティネルに協力してない。でも前は違うわ。デウス計画もそう。これはスケルが黒幕かな、最終的の。そしてさ、そういうことはありそうなんだよな。ね、なんだってあのパック語りに裏切られたんだから。本当よ。本作すげえシリアスじゃない。もう、ワイルドランズの時なんかもボーマンにあれ殺してこい、あれ破壊してこい、あいつかっさらってこいとか、そんなんばっかりだったけど。確かにな。ボーマンの罵倒スキルを永遠に見るだけだったのに。罵倒スキル。俺は今でも忘れないよ、あのボーマンの一番最大の皮肉を。俺全然覚えてねえぞ俺。いや、なんか新たな標的のね地域に来た時にそいつの男の素性に関してはね、あの生死だった頃にランシュと出会ったのが奇跡とか言ってたからね。カルジータ、裕福な生まれのメキシコ人、これまでの功績といえば生死だった頃にランシュまでたどり着いたことぐらい。生死だった頃にランシュまでたどり着いたことぐらい。そんなこと言ってたの。言ってたよ。かなりの毒舌だよね。それ結構すごいこと言ってんの。さてスケルと話すってなってるけど、ちょっとサブみたいな。エレホンにいる。まあ、スケルがエレホンにいることは知ってんだけど。ハルヒと話す。これさっきの人だけど、ほうほう、二つ任務があるんだけど、ちょっと片方やりたい。あの、ドローンの試作機が試験場へと運ばれている現地に到着する前に破壊しろ。これはもう車両破壊ですな、きっと。楽しそうじゃん。やるしかないじゃん。ああ、性欲ミッションとサイドミッションは別物か。サイドミッションにしよう。ノマド、セキュリティについては詳しい？少しはな。それがセンティネルの指揮官の一人マーク・メリディアンが携帯やメール、SNS での活動を分析できるスケルの技術を手に入れたの。プライベートなデータが大量だろうな。ええ、ネットワークの穴をつく技術よ。手に入れたデータはクラウドにアップロードされてセンティネルの誰もが閲覧可能になる。つまりメリディアンがアウトキャストの人員や家族を狙えるようになってしまうの。それで俺に何をしろと。今日これからメリディアンは3人の幹部と会って情報をまとめ技術の使用を開始する気よ。それを止めてほしいの。俺は便利な暗殺者か。ごめんなさい、でもメリディアンたちは冷酷な連中よ。データを手に入れたらアウトキャストだけでなくその家族まで危険にさらされる。分かってるさ、手を尽くしてみよう。それでどこに行けばいい？幹部の一人のサリバン・ブレイクがグッドホープマウンテン地方の東側で確認されたわ。ゴッドフォーセイクン山地の北側よ。近くにはレッドウィーゼル基地がある。後を追えば他の連中にもたどり着けるはずよ。分かった。我々は便利な暗殺者です。
暗殺者でいます。ちょっと待ってね。あ、これか。待って。推奨レベル200プラス。やば。やばいけんのかよ。なんかスナイパースコープだけ覗いた時の感度バカ高いの。よくわからんもん。スナイパーだし。スナイパーだし。待てよ、ここのところずっと移動にヘリ使ってるけど、ファストトラベルの存在を忘れがちだけど、ここはファストトラベルできそうなとこがない。じゃあビバークですな、目指すべきは。うん。推奨レベル高い。あ、つかその辺に。ちょっと近いファストトラベル地点俺あるよ。行ってこい。でくる。ああ、出た、この簡易ファストトラベルの始まりだ。簡易ファストトラベル。それでプレイヤーにファストトラベルしちゃえばね。チームメイトを呼ぶってできる。これは便利だ。ほら、早く来いよ。今行ったわ。集合。はい。とりあえず設営しようか。バフが切れてる。なんだこれ、下の表示が消えない。まあいいや。これ買おう。あと ASR 用拡張マガジンも買っていいでしょう。うん、俺それも30発から50に増えるからめっちゃいいそれ。うん、あ、やっべえ、俺買うグリップ間違った。これアホかな。あとはそうだな、なんか面白いマスクでも買おうかな。見た目そろそろ見た目をメイクしてってもいいでしょう。でちょっと服装とかをいじりたいな。顔のペイント、あ、買っちゃったなこれ。マジでふざけてるみたい。あ、さっき手に入れたサイバーデスってのタトゥーか。タトゥー入れよう。俺 PC 版のシージも持ってるからさ、それで UBI ソフトクラブで報酬もらったんだけど、はい、タチャンカの頭あるわ。見せて。いや、タチャンカよし、完璧。どれどれ。ほら、タチャンカで俺。タチャンカじゃん。な、何してんのこんなとこで。いつもの基準は、うん、忘れてきたみたいな。忘れてきちゃったか。どうこれ。あ、せっかく鼻から上のペイントをしたのに、このスキューバーゴーグルで全く意味のないものに。全然わかんない、根元黒いな。さあ行くか。そこね。ああ、ヘリ呼べばよかった。まあいいや。まあ。とか道路出ればさ、どうせまたボロつきやってきて、車を提供してくれるんだよ。あ、やってきてる。あれだ、あれ。ああ。やれい。はい。あと運転手。むずいな。むずいな。あ、待って。はい、行こう。はい。スナイパーのスコープだけマジで感度高い。どうしたん？行くでいい。リロード中。なんか来てんだけど。あ、ヘリ。ヘリ。お、なんだ。あ、待って、俺の画面やべえけど。いや、俺の画面もやべえよ。落ちてんだけど。何とりあえずヘリ落とそう。いや待って、俺助けて。何、ちょっと待って、ヘリがちょっと待って。おい、俺車乗ってたらさ、空にワープして落ちたんだけど。え、マジで。なんか死んでるし。落下してしたんだけど、いい意味やかんで。どこにいんの。7キロ先にいるんだけど。マジで。どういうこと。
あの車ちょっと異世界の乗り物だったんだけど。マジで。わだわだ意味わかんないところで死んでんだけど。ちょっとあ俺も録画が見たらわかる。そう。いや本当に車乗るじゃん。これは空に飛んでいろんな背景に。君の視点の映像を編集するときが楽しみだな。めっちゃ楽しいことになってるから楽しみにしてて。いやこっちもこっちでさ、あの車両に乗ってた敵を殺してさ、なんかの、うん、なんだこれマネキンみたいな感じに早くリスポンしてくれ。こっちにはひたすら敵の車両が押し寄せてくる。マジでそれね、選択したチームメイトの近くにリスポンってあるじゃん、押せねえんだよ。あらちょっとバグってますね。バグってますか。ああワイルドランズのバグすごかったけど、こっちもバグってるよ。敵がたくさん来るよ。どうしようもねえよ。どうしよう。これは再起ですね、一旦あなたの方は。そうだね。あ、どうせならちょっともうちょっと、ブラの設定軽くして再起しよう。はい。